田直樹のカフェフィガロ。皆さんこんばんは、林田直樹です。いかがお過ごしでしょうか。今日は先週に引き続きまして、ピアニストの加藤光子さん、そして音楽&アートプロデューサーの笠原隆夫さんをゲストにお迎えしております。今回は先週に引き続きまして、ピアノスタジオ加藤、平塚にございますけれども、そちらの方にお邪魔いたしまして、ファツヨーリのピアノとともにお二人にですね、私の尊敬するお二人にお話を伺ってまいりたいと思います。今日は先週に引き続きまして、平塚の駅から徒歩5分のところにあります、ピアノスタジオ加藤にお邪魔しております。そして、ゲストをご紹介いたしましょう。ピアニストの加藤光子さん、はい、そして、音楽&アートプロデューサーの笠原隆夫さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、先週もですね、ご紹介させていただいたんですけれども、まず今回のきっかけは5月の19日の日曜日、はい、はい、13時と15時の2回、のコンサートがございます。加藤光子ピアノライブ1日限りの写真展、反響する音と映像、これが迫っておりますので、このまさにその演奏会場となっています、はい、そうですね、このスタジオで、はい、ここで実は、今このファツヨーリの素晴らしいピアノを前にですね前というかすぐ横っていうか横ですねほぼ10センチ、すごい。今後ね、久しぶりにスタジオじゃなくて、はい、出張収録なんですけれど、あ、はい、まあ、たまにね、このカフェフィガロでは浅草橋のスタジオではなくて、うん、こう外に出て、うん、番組を撮るっていうことをたまになんですけど、やるんですけど、本当に今回久しぶりなんですけれど、うん、ピアノのね、そばにいるだけで、うん、幸せですね、本当に。なんかこう、感じますね、オーラを。ありますね。うん、いや、重いものですから、重力あるので、磁力があるので、うん、引っ張られてるんじゃないですか。いやいや、まあ、あとは、やっぱり、楽器って、やっぱり魂があるっていうか、命があるっていうか、うん、そういう感じがあるから、こう横で喋ってても微妙に反響、うん、してますよね。響いてると思います。反響するじゃないですか。はい、ちょっとこうやって、うん、あーっていうと、ちょっとこうなんかこうピアノの中でね、こう反響するじゃないですか。うん、言ってます。打楽器なんか特にそうなんですよね。うん、打楽器ってそばで喋ってるだけで打楽器も一緒になるじゃないですか。なんかそういうのもね、やっぱり一つの楽しみかなと思ったりしてるんですが、で先週は加藤さんにいっぱい本当に話をね、うん、いただいて、まあ、今日も演奏込みでいろいろ伺わせていただこうと思ってるんですけれども、まあ、先週はちょ影のように寄り添ってくださっていた笠原さんが今ね、やっぱりどういうふうなその音楽&アートプロデューサーという肩書きですけれども、はい、やっぱりこの音楽業界歴としては多分最長の人の一人だと思うんですよ、笠原さん。長老になってるかもしれませんね年齢的には。笠原さんはそのご自身の会社である昔 の、 そのソティ音楽工房のその前というのが、そのクラシック音楽業界でも最大手の新芸術家協会というところにいらっしゃったんですよね。そうですね、うん、それが80年代の半ばぐらいまでですかね。僕は新芸術家協会は1973年から80年ですね、はい、でその80年にソティを立ち上げたっていう流れなんですけど、はい、その昔のこともちょっと聞いていいですか。いいですよ、はい、覚えていれば、はい多分最近の方はご存知ないかと思いますけれど、はい、クラシック音楽業界の実は最大手だった新芸術家協会、カラヤ・ベルリンフィルも新芸術家協会が呼んでたんですよね。そうですね、本当にすごい大物アーティストをいっぱい、うん、招聘して、はい、僕もそこで経験したことがものすごく、うん、残ってます、うん、でリヒテルも、うん、ポリーニの、はい、沈黙の後センセーショナルな、はい、
デビューっていうか再デビューと日本公演も強烈でしたしね、うんうん、はい、もう話せばきりないぐらいたくさんありますけど、うん、70年代のクラシック業界っていうのはどんな感じだったですか。もう時代がね全然違って、うんうん、その頃の仕事はあのチケットをデザインして、うん、印刷所に出してみたいなことから始まってますし、はい、それからまあ向こうのアーティストとのやり取りも 今と全く違うので、メールなんかないですもんね。ないですからね、テレックスとか、はい、もう諸々のファックスとか、うん、そういうことでやり取りしてたので、うん、もうビジネスのテンポが全然違いますよね。あとそのバブルの頃からいわゆるそのスポンサーについて冠コンサートみたいなのが増えていったじゃないですか、はい、だからやっぱりクラシック音楽業界の雰囲気も全く違ったと思うし、だからマネージャーとアーティストの関係っていうのも随分変化したんじゃないかなという気がするんですね、はい、そうですね、商品ビジネスっていうことを見てもいろいろやっぱりこう紆余曲折を経て現在に至ってると思うんですけれど、はい、なんかもうまるで笠原さんにこういうことを聞くとなんか昔滅んだ恐竜の話を聞いてる気がするんですけれど私も、はい、恐竜かもしれませんがそうですね、一つだけちょっと今浮かんだのはね、はい、僕が73年に新芸に入ってでその時に初めてグラビンスキーとレニングラードフィルが来たんですよね、はい、来日したんですよね、でまさに時代でグラビンスキーも飛行機じゃなくて、シベリア鉄道でグラビンスキーもシベリア鉄道から来たんですね、あ何日もかけて来て、でその時東京文化会館で、うん、僕は新芸術家協会に入って新人で、はい、で何もかもが新鮮な時に、はい、まああそこのムラビンスキーが出てくる時でね、うん、あの聴衆がドーッとなんかどよめいて幻を見たっていうね、ついに本物が出てきたみたいな感じですかね、そうですね、まあ、演奏もすごかったし、うん、まあ、あのそれはとても印象深く残ってますけどね、うんうん、なんかアーティストがそのコンサートを開いたり来日したりするっていうことがいちいち一つの事件だった時代かもしれませんね。そうですね、全くそうですね、うん、そして、そういうことを考えるとやっぱり昔あった素晴らしかったもの、まあ、持っておきたいものを今に伝えなきゃいけないきゃいけないものってやっぱりあるような気がするんですけど、笠原さんって今、うん、音楽&アートプロデューサーということで、まあ、音楽のみならずっていうことだと思うんですけれど、はい、どういうその過去のご経験をこう踏まえながら笠原さんはどういう方向になんかこう今こう音楽の世界とこうなんていうかな関わって何をしようみたいな、その辺のなんか改めて伺うのも照れくさいんですけれど、何もしてないんですよね野村家っていうぐらいで、あのワイングラスよりは重いものは持たないみたいな生活をしてまして、まあ何か面白いことを地元や、うん、あのさっき前回かあの、うん、演奏会場の問題をね、うん、話出ましたけど、はいはい、やっぱり今はそういう振動や生な空気を感じられるような、うん、あのコンサート、うん、音楽や美術や何かと、うん、自分らしく楽にやっていくっていうところですかね、そうですね、うん、自分ではなかなか説明できないね、いやただ、うん、でもやっぱりこう、うん、総合プロデューサー的にね、うん、やはりこう一人後ろでいるだけでみんなが引き締まるというねなんでだろうみたいな、うん、やはりまあアーティストっていうのは自分の思いの方でこうカチカチになっちゃったりしてて、うん、こうやっぱり全体はっきり言うけどやはりプロデューサーというやはり役目っていうのはなかなか大変だと思うんですけど、まだまだ日本やっぱりじゃあプロデューサーっていうのが本当にじゃあ誰みたいな、そうですよね、そもそもプロデューサーとは何ぞやってもこれも大テーマですけどね、ありますよね、だから普通の世界の方がその大事さは出てきてるけど、
クラシックの世界では特に日本はね、うん、やっぱり招聘するってヨーロッパやアメリカでその出来上がった音楽を連れてくるっていう昔の呼び屋さんみたいなあれが強いので、うんうんうん、プロデューサーがの重要度があんまりこう、うん、ね、うん、やっぱり全部、ね、結局ラフォルジョルネみたいに、うん、マルタンみたいなね、うん、ああいう人間がやっぱり必要だと思いますね、うんうんうん、もうみんなあっちこっち向いてますからねアーティストさんたち、うん、そうですよねさっき笠原さんが自分らしく楽にっておっしゃいましたけど、うん、それってすごくシンプルな表現だけど今一番大事なことのような気がするんですよね。つまり反対のことを言えば、うん、自分らしくなく、うん、ちょっと肩に力が入ってっていうのがすごく、なんていうかなクリエイターたちの置かれてる一つの状況だと思うんですよ。音楽、ね、そうですね、音楽のみならずレコード会社もね、うん、その音楽事務所も、うん、コンサートプロデュースする立場も、うん、やっぱりこう楽に仕事できる世界じゃないですからね、うん、スポンサーが必要だったり、うん、いろんな煩雑面倒なことがあるんでね、うん、その音楽的に良心的であろうとすることと、うん、ビジネスとして事業としてこう成立させる、あるいは継続させる、あるいは儲けを出すみたいなね、そういうことがこう両立すること自体が非常に困難があるような気がするんです。困難ですね、うん、ひょっとしたら矛盾って言ってもいいぐらい、うんうん、この国のね、うん、まあ、文化的な支えが、うん、文化への理解と、うん、スポンサードができてないのでね、うん、多分その社会的なことが一番できてるのはドイツだと思いますけどね、まあだから日本だととても難しいですね、うんうん、アーティストをが活動するっていうことが難しいし、うん、プロデューサーや、うん、ジャーナリストも大変だろうと思うし、同じところ同じ土の上に立ってる感じがしますよね、そういう意味では、うんうん、そうですよね、うん、さあじゃあ、一曲ちょっと気分を変えて、はい、演奏の方にって急に振りますけれども、はい、はい、やっぱり音楽があって、ね、はい、またなんかいろんなことを考えられるような気もするので、はい、じゃあ1曲目の方をちょっとお願いできますか。5月19日に、はいはい、宇田川健人さんが提供してくれた、遠い雨という作品を弾きます、はい、thank you.
雨っていう感じがありますね。このタイトルもすごく好きで、はい、雨そのものなのか、うん、何なのかといつも雨を思ってるのか、もしかしたら雨じゃないのかもしれないとか、いろんなことをいつも引くたびに思ってるんですね。この作曲をされた宇多川健人さんってどんなお方でいらっしゃるんですか？もう20年来の実は私の生徒さんではあります。そうなんですね、はい、ピアノの生徒ではありますけどね、うん、あそうですね、うん、けどやはり、まあ、最近曲を書くようになって、うん、それがやはり、まあ、音も綺麗だし、まあ、さすがに自画自賛私で、いい作品を作るようになってるので、うん、まあ、下手な大学名は言いませんけど、うん、作曲を専門にやってる人よりも、うん、なんでこんなに素直に美しくさらさら書けるんだろうと思ってちょっとびっくりしてるぐらいですね、うんうん、それはもう自然に作曲するようになったってことなんですか？そうですね、最初は割とレッスンの合間に即興を聴かせてくれてて、で3年ぐらい前かな、あもったいないから譜面にしてみようかっていう、その譜面にするのもレッスンに始めたんです、ね、ああ随分自由なレッスンですね、はい、だからスケッチ段階で、まあ、こんなスケッチしましたで全部まとめなくてもいいのでっていうところで、今回はこのぐらいのスケッチ、うん、で私がなんとなくお客さんの気分でふーっと来てなんとなく引っかかるところだけちょろっと、うん、なんか自分の感想を言うだけです、うん、その作曲のなんとかじゃなくて、うんうん、ちょっと怖くなってきたとかそういうような言い方、うん、で分かりましたっていう感じでまた次に直してくるみたいな、うんうん、それで、まあ、とにかく出資線まで書くっていうのをやってみようよっていうのが3年ぐらい前から始まった作業ですね、うんうん、レッスンの中で。でもすごいですね、加藤さん今度の5月の19日のコンサートで、はい、その宇多川健人さんの曲も弾きになるわけじゃないですか、はい、でそれしかもそれをその写真とのコラボレーションにもその曲がね、うん、テーマになってるわけですけれど、うん、でご自身のその音楽加藤さんご自身の音楽活動の中で、うん、そのコンサートをやるときにどんな曲を弾くかっていうときに、うん、こう有名な大作曲家のもの、うん、それから自分に影響を与えた素晴らしい現代の作曲家のものを、うん、まあそれをプログラムに入れるのはもちろん当然ありだと思うんですけれど、はい、生徒さんが作った曲を、うん、それを全く同じ素性にね、うん、載せるっていう人はあんまりいないような気がするんですよ、うん、そうですか、ないでしょうね、うん、で彼女にとっても初めての、うん、そんなことがね、うん、だから僕はさっきちょっと言ったように、うん、僕も最初は生徒ぐらいに思っていたのが、うん、まあ人間的にもとっても素敵なやつでね、で、うん、これは美術でいうとさ、うん、アウトサイダーアートとかね、うん、アール・ブリュットって、うん、要するにそういう美術美大を出てたりなんかしないで出てきた、うん、あれはちょっとまあ別のこう世界だけど、彼はまあスマートだけど同じようにね、うん、作曲技法や和声を専門に音大でやってこなくてこれだけ書けちゃうっていうのは驚きですね。驚きですね。でもやっぱりいっぱいこう小さい時から体の中にいろんな作曲家のね、うんうん、要素を入れてるじゃないですか、うん、いっぱいいっぱい弾いてるから、うんうん、多分インプットいっぱいあって、うん、アウトプットしたくなった時にはふわっと 出やすいんじゃないかな、うんうん、アウトプットする人が少なすぎる気がして、うん、そうか、はい、うん、自然なことかもしれないね。私はそう思う、うん、ということは、うん、じゃ何かそのアカデミックな、うん、その教育を受けたりね、うん、技法みたいなものを勉強しなかったとしても、うん、インプットいっぱいしてたら、うん、突然アウトプットできるかもしれないっていう、うんうん、そのアウトプットするそのチャンネルさえ見つかれば、うん、っていうことですかね。そうだと思います。驚きですね。でもそれていうか逆に、ね、はっきり言うけど、うん、変な虎とか馬がないから
You're listening to BlueRadio.com 林田直樹のカフェフィガロ。逆にはっきり言うけど、変な虎とか馬がないから女入れてやるとほら、これはちょっと私は嫌いなのとか、いろんなのがあるな、怒られたとかなんか曲、音楽じゃないところにいろんなものが入ってきちゃうじゃないですか、はいはいはい、バッハは嫌いとか、なんで嫌いかよくわからんみたいな。なんかあの確かにあの一流の音楽教育を受けて来られた方って、はい、皆さんそれぞれに何か、うん、あのトラウマをですね、はいはい、抱えてらっしゃって、はい、いや私だってそうでした、うん、やはりとてもやっぱり自分が弾けなかったのがショパンでしたね。ああ、無理、なんだかよく分かんないんだけど無理っていう、自分で線引いてた。でようやくですよ最近、はい、あ、こんなに美しいのごめんなさいっていう。でもかえっていっぱい弾かなかった部分、うん、よかったかもしれない、うん、なんか素直に初めて、うん、初めましてって今言える。素直に初めましてって言って出会えるのが、まあ、一番幸せかもしれないですね。本当にそう思うね、うん、いや普通ピアニストはショパンは必須科目なのに、ね、あんまりあっちこっちでこう聞こえすぎてで、うん、もうなんか本物のショパン聞いてればよかったかもしれないけど、うん、そんなこと言ってんけどそうね、最近だよねショパン弾くようになったのはね、はいはい、うん、なるほど。でもやっぱりプロ、ね、さっき の, そ の, あの5月19日のライブの話に戻りますけれど、はい、そのいわゆるその大作曲家の作品、うんと、うん、だけを取り上げるんじゃなくて、あるいはなんか知られざる作曲家でも自分が素晴らしいと思うものを取り上げるというんじゃなくて、すごく身近な人の作ったあのあこれいいじゃないっていうものも、うん、こう同じ態度で接して、うん、コンサート同じ地平で、うん、っていうことは大事ですね、うんうん、僕の生き方も今そうだし、彼女もそういうふうに、うん、まあ、自然体になってきたっていう感じかね、うん、っていうか、まあ、もともと私やっぱり現代音楽好きだ、うんうん、やっぱりコンテンポラリーって何ぞやっていうのがいつも自分の中にあるので、うん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 、これもコンテンポラリーです、もうまさしくね、うん、でしょという。コンテンポラリーとは何ぞやって、これは興味深い大きなテーマですそうですよ、これでまた喋りますから。いやいやいや、え、じゃあちょっとあの伺いますけど、加藤さんのコンテンポラリー遍歴っていうのちょっとこう手短に話していただいていいですか。手短すぎるんですけど、うん、それ、え、何それ。つまりその、うん、コンテンポラリーな音楽との出会い、うんうん、っていうか、うん、結局、うん、僕が喋ろうか。あ、どうぞどうぞ。あの加藤さんとのね出会ったのは、うん、うん、何年頃かなよく分かんないけど20年以上前かな。ですね、でその頃はまあ彼女はもう完全にコンテンポラリーで、うん、現代音楽を弾くっていうことが自分の使命のようにあって、うんうん、でその日本の作曲家も、うん、あるいは、まあ、いろいろね、そうですね、アイブスがすごく好きだったので。おお、素晴らしい。だから最初のリサイタルはアイブスのソナタの2番そうなんですか、はい、もうアイブスは弾かないんですか今は。いや今多分弾いたらもっと面白く弾けるんじゃないかなとか、うん、あと西村明さんが好きだったり、うん、あ、もう大ファンですよ、はい、だから最初のリサイタルクセナキスも弾いたし、そうですね、いろいろアイブス、西村明、クセナキスあたりから、うん、はい、始まって、てかもっともその前は、まあ、大学の頃からやっぱり作曲家の友達の作品を弾いたり、うん、大学出てもやはりそういう現代音楽のなんかね、うん、あのフェスティバル、うん、音楽展とかっていうのに頼まれて弾いたりっていう感じはありますが、まあそれがまあざっくりですね、うん、はい、ただそれだけ真正面に向かってるとね、うんうん、いろんな意味で限界があるよっていうことで僕が少し口出すようになったみたいな、うん、あそういうことなんですね、やっぱり行き過ぎちゃう、やっぱりなんかどん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 こう小さくなってる、そのブーレーズのソナタを弾くために1週間に1ページも進まないとかっていうところに行っちゃう、うんうん、私何やってんだろうっていうのはやっぱり うん、ありましたね、うんうん、だから
なんかどうにかしたいなというやっぱり自分がこうもがいてた頃にちょうど笠原さんに出会ったっていうことで、もう少し首から下の音楽やったらみたいな。すごい表現ですね。それで本当にそういうふうに言ったんですか、笠原さん。いや、実際その言葉は違うと思います。でもやはりこう行き過ぎた、やはり。いや、その名言ですよ、もう少し首から下の音楽やったらって。さあ、じゃあ、もう一曲今日用意していただいてるんですよね。はい、はい、前回のご紹介した、はい、アンドリュー・ヨークさんの作品ですね、はい、フローティング冬という作品です。もともとですね、とても短い曲なんですが、はいはい、もしかしたら今日が乗っちゃうかもしれません。あれ、どんどん変わっちゃった。即興が始まっちゃった。加藤さん、さっきなんかその番組を撮る前の打ち合わせの時にちょっとおっしゃってたんですけれど、はい、なんか即興を結構やっちゃうんですか。今の作品も気がついたら、あれ作っちゃいましたね。で、要するに楽譜通りに聞かずにそこから、こうはみ出ることを楽しんじゃうみたいな、そういうことですか。やっぱりそれもやはり、まあ先ほどの歌川さんと、まあ、こうレッスンしながら、それが面白いねっ
ていうのが私自身にも感じ始めてて、うん、で特に、まあ、アンディの曲は自由ですから、うん、まあこれもいいんじゃないっていうふうに、うん、まあ、シンプルな曲に関しては、うん、やっぱり、うん、自分がそうしたくなったなと思ったらまず正直にそこ行ってみようかなっていう感じにはなりましたね。だからそれを楽譜にしろっていうのはまだそこの段階には行ってないけどね。その即興っていうのってどうなんでしょうね。あのクラシックの普通のその音楽、うん、その音楽ピアノ教育なんかの場合だと即興演奏っていうのはあまり教えないものなんじゃないかっていうイメージがありますけど、ね、ですよね。完全にその楽譜通り、あそこが違ってるっていうふうに、ん、あの思うような世界になってますよね、うん、ですよね。だけど僕はね、今ジャズと、うん、あのクラシックもフュージョンしてきてるし、両方弾けるってやつ、うん、境がないですよね、うんうんうん、だから僕自身の今の生き方もそうだし、彼女もそういう方向に今来ていて、うんうん、まああのいわゆるクラシックね、18世紀から20世紀までのものはそんな簡単にはあのね、インプロバイズできないけど、うん、でもインマゼールもインプロバイズするし、彼は、トルコの彼、ファジルサイ、ファジルサイもね、うん、あのかなりするし、うん、ジャズ系だってクラシックガンガン弾くし、うん、っていう、うん、ことが広がってきてるんじゃないですかね、うん、あのジャズとクラシックっていう話を今笠原さんはなさいましたけれど、ええ、やっぱりよく思うのはその境界線で起きてることが一番面白いんじゃないかっていつも思うんですよ、うん、例えば、うん、この前亡くなりましたけれども、アンドリュー・プレヴィンがやってきた音楽っていうのは、うん、彼自身はこういろんな音楽言語を喋れる人だったし、うん、それをこうどんどん切り替えられる人だったと思うんですけれど、うん、彼がその境界線をこう自在にまたぐ人だったっていうのはこれから多分もっと再評価されるだろうと思うんですけれど、うん、まあ、ピアソラも例えば現代音楽と、うん、あのね、タンゴのやっぱ境界線上にいた人だし、うん、境界線上にいたり名付けようがなかったりするものが一番面白いっていうのって一つの法則だぐらいに思うんです、でそういう意味で加藤さんが演奏されるアンドリュー・ヨークの曲っていうのは、うん、やっぱり何か境界線上にある感じが、うん、そうです ね, ね。アンドリュー・ヨークの作品って本当にちょっとジャンルって言えないですね、うんうん、あのジャズの要素も、うん、民族音楽、民族音楽の要素も、うん、クラシックも、うん、ね、自然に溶けてるもんね。そうですね、うんうん、でもどっから見てもアンディの作品なんだけどね。教会が面白いっていうのは、うん、そう言われて、ああそうかな、うん、まあね、ディスモンティもね、そうですそうです、ね、まさにそう、うん、あのジャンル的にこう説明しにくい、はい、ね、うん、世界だし、まあ、実際私自身もその、まあ、ファッチュリに出会ってからどこから音なのかっていつもその教会ということで言ったら、うんうん、もう本当にあのなり出すのがすごいレスポンス早いから、あ結局ストレス全くないので欲しいと思ったら音出ちゃってるから。あ、そうなんですか。はい、だからあの先あの前回の美しい数式 C の細かいトタッて音っていうのも、うん、思っただけでドドッてなってくれる。他の楽器だとちょっといろんな場所で弾く場合に、あならなかったっていうのがドゥドゥッて思うだけで、うん、ドゥドゥッてやっぱりそういう、ね、やっぱり、うん、境界っていうのかな、うん、無理に指を動かすとかじゃなくて、うん、置いとけば鳴るよという、うん、やっぱりそういうなんかところ、うん、こうね、なんかピアノ弾く人はその齟齬があって悲しいんじゃないかって言われる場合もあるんだけど、全然齟齬を感じない、うん、自分が思ってるのと、うん、指先とハンマーとの関係、うん、
やっぱりそこには全く境界を感じないぐらいの、いいですね、だからそういう感じかなって今ちょっと無理やりですね。なんかさっきあの笠原さんがディスモンチの名前出されたので、うん、僕ディスモンチが言ってたことで、うん、あのすごくやっぱり、まあ、ディスモンチも僕すごくインタビューしただけで影響を受けちゃって、うん、さらに影響を受けちゃった人なんですけれど、うん、彼が言ってたのはそのやっぱり楽器と人間との関係っていうことをもっと考えた方がいいってすごく言ってたんですね。だから今その加藤さんがおっしゃったことで、うん、ピアノそのこのファチオリというピアノと加藤さんがどういう関係性を持てているかっていうことを今話してくださったと思うんですけど、そこが僕一番面白い部分だなっていつも思いますね。さあ、はい、そろそろ、締めの時間が来たので最後にもう一回告知の方をさせてください。5月19日日曜日13時開演と15時開演の2回で、これ各回20名ずつ、はい、ということで非常にインティメートな、そうですね、はい、場所で、うん、この空間でですね、JR 平塚駅から徒歩5分のピアノスタジオ角で、この素晴らしいファツヨーリーがですね、もう本当に肌で、音楽の波動が感じられるというですね、今まさにそこで私もあの番組をね、撮らせていただいてるんですけれども、ここでですね、角光子ピアノライブ1日限りの写真展、反響する音と映像ということで、出演が角光子さんと歌川健人さんのピアノ、はい、そして、写真、これは映像で壁に映し出す、はい、曲と一緒にって感じですか。そうですね、はい、はい、これが原田美香子さんと戸田和人さんの写真ということで、はいはい、このお二人ともやっぱりお付き合いが長い感じなんですか。はい、原田さんは私 の, あのピアノスタジオ角 の, あの看板をデザインしてくれたり、うん、フライヤーをやってくださったり、写真を撮ってくださったり、うん、とても仲良しで、うんうん、はい、デザインと、うん、あの看板を作るとか、うん、そういうグラフィックな仕事をして、うん、写真はむしろあのプロというよりもだんだんプロ的になってきてるという、うんうんうん、素晴らしいやっぱり写真を撮られるので、うん、いつも、うん、何か一緒にやりたいって思って、うん、で戸田さんもやはりあの美香子さんと仲良くて一緒に撮りに行く仲間ですね。で彼も、まあ、うん、パーカッションされるミュージシャンでもあるので、うん、あ、まあ、それもちょっと趣味ですけれども、うん、音楽のこうとても親しんでくださっているので、これではじゃあ一緒にやりましょうという、はい、はい、ということで、曲がモンポー、バッハ、シベリウス、そして、まあ、あの今日も聴かせていただきましたけれども、アンドリュー・ヨーク、それからピアノを演奏されます歌川健人さんの作品が演奏されるということで、はい、そうですね、あのおまけのアイスがさ、あの多分私と健人さんの即興演奏もあるでしょう、連弾で。なるほど、はい、詳しくはですね、はい、ウェブサイトの方リンクをあのこの番組のウェブサイトから貼っておきますので、はい、チェックして、そして、ご都合つかれる方はぜひお申し込みいただければと思います。はい、はい、ということで、これからの、かあのね、ピアノライブのその先も含めて、ね、ぜひ楽しみにしたいと思いますけど、はい、本当にどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お越しいただきましてありがとうございました。2週にわたりまして、ピアニスト角光子さん、そして音楽&アートプロデューサーの笠原孝雄さんからお話伺いました。いつものですねカフェフィガロとだいぶ雰囲気違ったと思います。まあ、なんといってもまず音の感じが多分違って聞こえたと思うんですけれども、ピアノスタジオ角、この素敵なスペースでですね、ファツヨーリのピアノと一緒にお二人の話を伺うことができたと。で、私はこの素敵な場所をですね、この番組をお聞きの皆さんにご紹介できたことが、まず何といっても今回とても大きかったです。あの音楽っていうのは中央に一番重要なものがあるわけではなくて、もっともっといろんな場所に、あの身近なところに一番素晴らしいものが、あの散らばっているべきだと思うんですね。そういった意味でですね、まあ、もちろんあの平塚近くの方が一番身近だと思いますけれども、それだけじゃなくて、本当にあの
例えばまあ私は埼玉県から平塚に来ましたけれど、それでもここにいるとすごくアットホームな気分になるんですよね。これまあ世界中の音楽祭でもそうかもしれません。音楽を聴いているとそこがなんか自分のふるさとみたいになる瞬間ってあると思うんですけれど、私は加藤さんの音楽を聴いているともう何て言うかな、その堅苦しいなんか 肩肘張った世界ではなくて、本当どんな音楽が好きな人も加藤さんの音楽聴いてみてよって言ってこう誘いたくなるような、そういうすごく今の時代になんか必要とされる音楽を演奏されている方だって私とても思うんですね。それからやっぱり今のクラシック音楽業界っていうことを考えても、本当にあなたのやりたいコンサートなんですか、それが本当にあなたのやりたい、企画なんですかって思うようなことをですね、やっぱり無理してやっているっていう状況があるような気がするんですけれど、まあ笠原さんもすごくいろいろなご苦労があって現在に至ってると思うんですけれど、笠原さんがやっぱり今すごくこう肩肘からこう力の抜けたね、その楽な、そしてやりたいことをやってらっしゃってる雰囲気っていうのが私はとても好きで、まあそれで今回またね番組にも無理してなんか出ていただいたような感じなんですけれども、ぜひその雰囲気も含めて楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。5月19日のライブもですね、皆さんぜひ本当に素敵なライブになると思うので、足を運びいただければと思います。クラシック探求番組林田直樹のカフェフィガロ、今週はこの辺で。クラシック、それはあなたの想像力で聴く世界。ではまた。ブルーレディオ.com